ゲソリだる。やれや、ヒゲあった方がダンディでかっこいい説ありますよね、普通に。最近知ったことなんですけど、もう生きるためにはやっぱりお金を稼ぐのが当たり前だと思ってるじゃないですか。お金を稼ぐこともまあ大切なんですが、なんか最近世の中が変わってきてるらしいんですよ。で、僕が最近知った重要なことっていうのが、信用を稼げらしいんですよ。で、皆さんは今お金を稼いでるじゃないですか。お金を稼ぐんじゃなくて、信用を稼げっていう言葉が最近よく出回ってて、信用を作るってことを言い換えれば、まあ自分にファンを作るっていうことですね。はい。まあ確かに考えると、自分を信用してくれる人、そういう人がいた方が確かにみんな助けてくれるんですよ。で、そっちの方が生きやすいなって思いません？自分だけお金稼いで信用ゼロ で自分だけでお金稼いで生きていくより、信用がたくさん周りの人にたくさん使用されて、それで周りと協力しながら、周りの人と一緒に行動しながら生きていくっていう方が確実にやっぱ生きやすいと思うんですよね。信用してくれる人がいてくれると、もし自分がまあお店やってたりすると、同じ種類の店が2個あったとして、で、片っぽは俺の店で片っぽは知らない人の店だって、で、もし俺の信用してる人だ、俺のことを信用してくれる人なら、まあ確実に俺のお店に来てくれるわけじゃないですか。そんな知らない、信用もしてない知らないやつの店なんか行かないじゃないですか。まあこういう理論で、やっぱ信用を稼いで、お金稼ぐより信用を稼いでいった方が、まあこれからの社会生きやすいよっていうことらしいんですよ。まあ確かにそうですよね。だから俺もこれからちょっと信用稼ぎに時間を使おうと思いますね。はい。もう何が何でも全部信用、自分を、もう嘘つかない。もう本当のことしか言わない。そういう生き方をこれからちょっと突き通していこうと思いますね。だってそっちの方が生きやすいって言ってるんだもん。そっちの方がみんな協力してくれて、お金持ちにも勝てるわけですよ。もうお金持ちにも勝てる。信用があれば、お金持ちより上いけますね。っていう考えなんで、まあ僕お金持ちを目指してましたけど、前までは。もう今はもう信用持ちを目指して、今後は、生活をしてね、いろんなことにチャレンジしていこうと思います。さよなら。